悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴が開いてたぜ。階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木の裏からすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね、ズバイルさんはとても心配してたんだ。教令院には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて、その数週間の間に事故が起こるのを恐れてシアターの演出はみんな中止になったの。シアターからの依頼だからじゃねえか。教令員の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。彼らから見ればシアターが二度と開かれないのは願ってもないことだったのかもね。でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせるばかりか、家臣探査も行えなくなっちゃうでしょ。そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。おかげで私たちは人を雇って木の裏を修理して舞台全体のリニューアルもできたんだ。過信短日には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。楽しみにしててね。うん、あなたが舞台に立つのをすっごく楽しみにしてるわ。あなたは過信探査のためにあれだけ練習してきたんだもの。今度こそ夢を叶えられるわよね。これは私たちの夢だよ。当日はあなたの分まで頑張るから。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは家臣の舞を披露するの。これは家臣探査で一番重要な出し物なのよ。ドニアザード、彼らにこのお祭りの由来は話した？マハールカデバータ様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まりを教えてあげる。伝説によるとこの日を過信短日って呼ぶのは家臣が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハールッカデバータ様のお誕生日を祝うためご友人が宴を開いたの。宴の途中、何柱かの神様が酔っ払って、そのうちの一柱がノリに乗って演奏をし始めた。そしてマハールッカデバータ様は歌を歌い、家臣様は踊り始めた。家臣様が踊ると彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパティサラが咲いた。鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは「ああ、時間がこのまま止まればいいのに」と感心した。この物語に出てくる神様たちがみんな亡くなってしまったからかな。確かに神様たちはみんないなくなってしまったけど、剣舞をして誕生を祝う伝統が残されてきた。私のこの服も
家臣様の姿を模してデザインされたものらしいよ。私たちはちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられるように努力しないといけないんだ。ニーローならきっと私たちの祝福をクラクサナリデビ様に届けられるわ。舞台の周りにもたくさんのパティサラを飾ってるでしょ。パティサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパティサラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。そうね、マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。伝説の中の家臣様が踊る姿を想像するとなんだか羨ましいよ。もし私の舞台もそんな風になったら、いや、たとえ隅っこに本物のパティサラが2つあっただけだとしても私は満足できるよ。そうだ、旅人とパイモン、あなたたちは家臣探査に興味があるの？だったら参加しない？クラクサナリデビ様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここに集まるわ。あの方のことをもっと知りたいならいい機会だと思う。うんうん、ドニアザードの言う通りだぞ。もちろん見たいぞ。でもその2つって矛盾しないだろ。それじゃ一緒に家臣探査に参加しましょうね。ドニアザード、今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら旅人とパイモンはこの近くを見て回ってきたらどうかな。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで、家臣探査のことも楽しみにしてるよ。それじゃあオイラたちはこの辺りを見てくるぜ。はあ、お兄さんの髪は金色だし、着ている服も私たちのと違うね。あなたは外国から来たの？知ってる？ここではもうすぐ家臣探査が開かれるんだよ。家臣探査には面白いものがいっぱいで、花の騎士ファーリスもキャンディーを配ってくれるの。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣探査もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。教令員はそれが気に食わねえんだ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし、肌にも優しい。全部他のやつから聞いた話だけどな。今年の家臣探査が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たちも買い物しに来る。みんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない家臣探術のお祭り料理もあるからな。それに家具や楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。教練員のやつらが気に食わないって言うなら気に食わないままでいればいい。これがなくちゃ祭りになるもんか。ここでの生活はつまらないな。家臣探査の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。家臣様の舞はマハールッカ・デバータ様のためのものなのに、なんで私たちは
クラクサナリデビ様のために踊るのかってね。ばあちゃんはこう答えた。マハールッコ・デバータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様がクラクサナリデビ様と知り合ったら、きっと彼女の友達になって誕生日を祝ってあげるはずじゃろうって。ここ数年は家臣探査の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんがたくさんモラを出してくれたから、今年はちゃんと行えるそうじゃ。ここでの生活はつまらないな。ニーロ、その服素敵ね。初めて会った時と雰囲気が違うわ。えへへ、家臣探査のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ほら、ここニーローが縫ったの？すごい。シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどはみんなが自分で縫うんだよ。それにズバイルさんは服装だけじゃなくて道具も作れるんだ。そうだ、この冠つけてみない？これを見つめてたでしょ。いいの？もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしいから、冠はこんな感じにしてみたんだ。ドニアザードはとても綺麗だから、これをつけるとまるで家臣様みたいだね。おい、見ろ、あそこにいるのってキャサリンじゃないか。そういえばキャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって見たことないぞ。キャサリン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。うわあ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気が全然違うぞ。オイラはてっきりキャサリンはどんな時でもまずは明日深淵を目指せって言うんだと思ってたぜ。確かにカウンターに立つのに複雑な機能は必要ありませんが、いつも同じセリフを言って同じことをしているというのは、まるで一作のフォンテーヌ映画をずっと流しているようで退屈じゃありませんか。あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ。確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すためだ。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限らない。旅の途中にあるかもしれませんよ。なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだ、キャサリン、お前はなんでここに来たんだ？好きというより最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭りが人に喜びをもたらしてくれるのなら存在する意義があるはずですから。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜ、キャサリン。そうだ、今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。なんだかこの町の人たちとのつながりを深められた気がするぜ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。それでは先に失礼いたします。お、今日のキャサリン確かにいつもと違うみたいだな。
旅人、パイモン。どうしたんだ、ディシア。お嬢様は、あんたらが送信に合う方法を探してるのを知ってるだろ。実は、お嬢様があんたらを手伝いたいようでな。私はあんたらを導いてやれるかもしれん。本当か？やったぜ！でもあまり期待するなよ。あんたらの役に立てる確証があるわけじゃないからな。あることを聞きに行くから、ついてきてくれ。お嬢様は少し疲れて、ニーローのとこで休んでる。先にお嬢様を家まで送ってくるから、後でレグザー町の前で会おう。レグザー町でディシアを待とうぜ。俺の売ってるもんはすごいぞ。スネージナヤのおもちゃって一体どこがすごいのか。古本、ここで一曲、宝箱の歌。遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を、お嬢様はただ機嫌が悪くて港口で座ってたんだって信じさせるのに一苦労だったぜ。でもありがとな。お嬢様がこんなに楽しんだのは久しぶりだ。あんたたちがいなかったら、今日お嬢様はとっくに家に連れ戻されてただろう。ディシア、お前初めて現れた時は荒っぽかったけど、ドニアザードのことをすごく大事に思ってるんだな。ち、私はボディーガードだぜ。それにお嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。ひひ、照れるなって。あのな、この仕事は長くないだろうが、ちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは中にいる人次第だけどな。おじい、これはこれは、ディシアじゃないか。なぜここに？おっと、なんで君たちまで一緒にいるんだ？へえ、あんたら知り合いだったんだな。おう、実は冒険者協会の人がクラクサナリデビの情報を聞けるかもって紹介してくれたんだ。なるほどな。おじい、ルコ社の兄さんはいないか？兄さんたちの代わりに盗難の件を聞きたいんだが、この二人にも教えていいか？あいつは教令院に戻った。
近頃大賢者にスメールシティの警備を強化しろと言われたからな。各地に分散している人ではみんな呼び戻さなきゃならないんだ。まあ君がそういうのなら、この件を二人に教えてもいい。ありがとな、おじい。一体どんなことなんだ？実は以前、教令院はあるものをなくしたんだ。送信とも関係してるものみたいだから、彼女に会うのに役立つんじゃないかと思ってさ。はあ、それはいささか独断的だな。俺に言わせればむしろこの件は教令院の方と関係が深い。簡潔に言うと、先日教令院が砂漠のアール村までとても大事なものを取りに行った時、道半ばで品が奪われたんだ。情報が漏らされていたせいでな。大賢者はこれをとても重視してたもんで、マハマトラを出動させただけでは終わらず、俺たちも捜査を手伝っていた。そして大方確定できたのは、今そいつがオルモス港にあるってことだ。オルモス港は知ってるか？スメールで一番大きな商港なんだが、スメールシティから水上を川に沿って南に行けば港口に着く。教令院もそこまでは管理できないし、雰囲気も緩い場所だからな。いろんな奴らがいるんだ。なくしたものはアーカー社や知識に関係があり、それに今回は神にも関わっている。俺の立場ではこれ以上は言えん。興味があるならオルモス港で情報を集めればいい。一つコツを教えてやろう。教令院の学生だと名乗れば話は簡単になるはずだ。おじい、学生たちはスメールシティにいるんじゃないのか？オルモス港に行って何をするんだ？興味があるなら自分で聞きに行くんだな。私はそんなことに興味ねえよ。それに最近は風魔池の仕事も多いからな。そうだ、もしオルモス港に行くなら気をつけた方がいいぜ。スメールシティにいるのと違って規則を守らないエルマイト旅団もいるからな。スカーレットキングのためにスメールを取り戻せってスローガンを掲げてる過激な旅団もいて、最近ものすごい速さででかくなってるからおじいたちも困ってるんだ。そうだな。砂漠のスカーレットキングは何千年も前に亡くなってるのに、今頃復活するなんて噂が広がるとは馬鹿げたことだ。みんながおじいみたいでいられるわけじゃないからな。一部の砂漠の民たちはとっくに荒野を去ってても自分の神が欲しいのさ。旅人、あんたらに教えられる情報はこれくらいだ。ありがとな、ディシアもアスファンドも。スメールシティにいてもこれ以上の情報は手に入りそうにないし、早速オルモス港に行ってみようぜ。お嬢様は過信短日にまたあんたらと会えるのを楽しみにしてる。その前に帰ってきてくれよ。ああ、過信短日にまた会おう。行動するんだ、旅人よ。失われた紙片が僕たちを待っている。
またか。おとなしくしやがれ。答えなさい。この瞬間、お前は永遠を手にする。雨のような、いや、お嬢様の仰せのままに。またか。は？答えなさい。またか。夜の幻言。答えなさい。よいしょ。走るより飛ぶ方が早いよ。
走るより飛ぶ方が早いよ。走るより飛ぶ方が早いよ。骨董関係に関する依頼。
この同点も。同点につ この同点
ー